んは。もうすぐ漆黒チャレンジ。時間やばい。あ、9時からですか。あ、じゃあ8時からですか。ちょっと待ってね。じゃあ8時5分、10分。あ、そっか、それでもいけんのか。じゃあちょっとだけ配信します。もう今日もさ、長くできなかったマジか。どうしようかな。あんまり被るのは良くないから、ちょっとだけもしかしたら延長しちゃうかもしれないんですけど、はい、始まるまでやろうかなと思います。そうだね、またやります。じゃあチンクありがとう。画像まとめ、え、何ですか、作ってほしいそう、見て、スヌーピー。一回ユニバでつけたことあるんですけど、つけてます。ほら、昨日は、え、朝配信してないよ。全然してないよ。ナンバトルの2の説明がありました。りゅんじゃん、ありがとう。ちょっと待って、これさ、こっちにしたら爆弾も投げれんくなるんやな。待って、何の投票でもないんだけど、どうやったら見れるんだろうこれ。あー、やばい、なんか変なの触っちゃった。なんか、あ、投票結果とか出てきちゃった、どうしよう。あー、もうダメだ。あ、いけた、 OKOKOK。 何の投票でもなかったです、すいませんはい、昨日はナンバトル2の説明がありました。あのね、何でしたっけ。いや、もうね、いっぱいありすぎて、なんかツイッターとかでめっちゃ説明しようと思ってたんですけど、なんて説明したらいいかわからなかったので、ちょっとなんか、はい、ショールームで話そうかなと思ってたんですけど、もばめとかではね、自分の気持ちとか、こうこうしていきたいっていう話とかは送ったんですけど、そう、もばめ撮ってない方とかにはまだ伝わってないと思うので、けんけんパイの実さん、ありがとう。ね、めっちゃ長文っていうか、なんか2個ぐらいに分けて送ったんですけど、そう、あのね、まず、ナンバトル愛の方では、27枚目シングルの選抜とカップリングアンダーガールズが決まるそうで、14名までに入ると選抜に入れるそうなんですよ。大輔さん、ありがとう。そうなんですけど、ね、正直ね、なんかまだ研究生やし、その先輩たちにはかなわないって思ってるんですけど、なんかモメとかで自分の気持ち送ったら、なんかファンの方がすごい、なんて言うんだろう、気合い、気持ちがすごい強いのが伝わってきて、なんか自分が一番こうもっとね、いけるって思ってやらないといけないなと思って、そうなんで、その先輩方とかも選抜に入りたいって思ってると思うんですけど、多分 NB 入ってる人全員選抜に入りたいと思うので、絶対負けたくないです。もう返信何件か来てました。全部は来てないかもしれないんですけど、青いレモンの季節の選抜に選ばれた時は、次は絶対選抜に入りたいって思ったし、そのなんて言うんですかアンダーガールズにも入りたいんですけど、一番の目標である選抜
が今チャンスがすぐそこにあるって思ったら、なんかどんなにハードル高くても絶対入りたいし、そうみんな入りたいと思うんですけど、はい、なんて言うんですかね、あのそう選抜に入りたいです。山さんありがとう。でなんかこういうのってやっぱり賛否両論あると思うし、あのあれだと思うんですけど、決まってるし、もう私も頑張らないといけないので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。気合を入れます。エンマさんありがとう、ももかありがとう。まあなんか選抜総選挙みたいな感じですかね。目標順位もちろん1位ですよ。それは選抜に入りたい目標はある、もちろん入りたいんですけど、選抜にギリギリ入るっていうのはなんか目標じゃないなと思うので、もちろん1位目指して選抜入りしたいです。はい、まあでも最初から1位っていうのはなんか無茶な話だとは思うんですけど、1位目指して選抜入りたいです。なんか一気に何ですか、入れるチャンスみたいなのがもらえるので、はいね、今一番研究生とか8期生も研究生か、研究生とかにすごいなんか希望の光じゃないですけど、すごいチャンス、大きなチャンスだなと思うし、まだ昇格もできてないのに選抜とか無理やんって思う方もいると思うんですけど、大きなチャンスだと思うので応援してくださいそうなんで、ナンバトルでこう選抜とかに、選抜だけを目標にするんじゃなくて、こう多分今のままじゃまだ選抜の方にこうなんて言うんですかねあの向かっていけないと思うので、なんか向かっていけないと思うので、ナンバトルで8期生とかと一緒に成長して、あの選抜に入って活躍したいなと思ってますはい、そうなんで、お話し会が、お話し会についてん、お話し会、お話し券、お話し会か、ちょ分かんなくなっちゃったお話し会とかについてくるなんかシリアルナンバー的なのが必要らしいので、あのなんかあのそのお話し会のやつ買ったらついてくるんかな、そう剣に1枚ついてくる、そうなんで、あのついでにお話し会に、ついでにじゃないですね、ついでにはこっちですか、お話し会に来るついでに投票してくれたら嬉しいです。もうついでどころじゃないんですけど、本当にお願いします。なんか私はそのいろんな子に行ってほしいっていう余裕はまだないんですけど、なんかいろんな子のところに行ってもいいよって言える余裕がないので、あのはい、全部来てくださいわあ、ありがとうございます。全部だって私もガチでナンバトルはめちゃくちゃ成長したいと思ってるので、あのガチで向かうのでガチで来てください。あ、そう、モバイルとかね、 DMM とかモバメの方でも投票できるらしいので、ぜひこの機会にモバメを登録してください。 DMM もぜひ、明日のウィルビーアイドル公演とか見られる方とか登録してください。でも皆さんも
あの無理しないでください。あの無理なお願いをしてるのは分かってるんですけど、あのはい、無理しないでください。でも今年はあの死ぬ気で頑張るので、もう死ぬ気で頑張るって決めたので、はい、あの見ててください。はい。ミルビーの千秋楽は折り面っていうかあれなので、はい、私は明日がラストになります。悲しい、マジ泣きそう、本当にもうね、いっぱいいろんな思い出があるから泣いちゃう。あとなんだっけ、ナンボトル J みたいなやつでジョーシーさんの CM があるんですけど、ジョーシーさんの CM が関東にもね流れるらしいんですよ。そうなんで CM も同じカードみたいなので、カードシリアルナンバーで応募できるらしいので、そちらもお願いします。泣かないです。泣かないです。そう、あのでもナンバトル前 B2 2つチームに分かれたんですけど、あのなんか私ジオンとめちゃくちゃ縁があって、ジオンとなんか一緒なんですよ。結構運のやつでも一緒だったし、なんか今までも結構ずっと一緒だったんですけど、あの今回初めて別れてしまって、まあ一番隊と社員の時にも別れてしまったんですけど、そうか、しやさんありがとう。出られない理由はあの折り面じゃないからです。シンプルな理由なんですけど、はい、ゆうじさんありがとう。そう、 P2 のグループが2個に分かれたので、そうですね、なんか B グループの子たち、 A グループの8期生さんって何ですか、8期生の子とあのなんか話したりしたんですけど、 A グループ、あ、間違えた、 B グループの子とあんまり話せてなかったので、もっと話しに行かないとなと思いますね。でもつのきちありがとう。なんか同い年の子が2人いて、あのさえちゃんと、ほのかちゃん、ほのちゃんがいるので、そうやな、昇格した2人、うん、違います。なんかなんて言うんだろう、なんて言うんだっけ、なんか第2章みたいな方ですね。さとりてんちゃん、なんかでも7期生のメンバー見た時に、なんだっけ、なんだっけ、あこちゃんありがとう。あの愛花と美咲と私なんですよ、4567ですよね、忘れてないよね、他、あとふわごめん。それでもなんだろう、こう7期生のリーダー的存在がやっぱいなくって、で今のウェルビーアイドル公演もなんかマイティがいなくなって、だからみんなで引っ張ってってる感じはあったんですけど、なんでなんか今回の8期生入れた時はなんか誰、この B グループの方ってあんまり教える子があんまりいないと思って、いつも私ジオンとかユナとかに教えてもらってたから、あと若菜とかもシオンとかに教えてたりとかして、私は基本教えたりはしない係だったので、係っていうか係とかないんですけど、だからなんか今回、今まで私はなんか昔とかジオンとかに動画送ってとか先輩にもずっとつきっきりで教えてもらってた側だったんですけど、まあ1年半くらいやってれば若干は慣れてきたので、
この B2 公演のナンバトル舞では私が引っ張るぞっていう思いでやろうと思いますし、あの8期生に、うん、なんて言うんだろうな、あのいい経験をさせてあげれるように自分も成長したいと思いますし、そう、まひろありがとう。なんかいつもこうねできる子に頼ってばっかりだったから、今度は私の番が来たのかななんて思ってるので、なんか私は全然引っ張れないとは思ってるんですけどでもねえ、愛花とかリーダーシップがあること、協力して頑張っていこうと思います。なんかこの話を昨日ミュと話してたんですよ。なんか私8期生のことをなんかもう仲良くなりたいしめっちゃ好きやから引っ張ってきたいしみたいな話してたら、もっちゃん変わったなみたいな話になって、でも私はなんか怒ったりとかは苦手っていうか、なのでなんか自分のことも多分精一杯になっちゃうと思うんですけど、なんか誰よりも早く振り入れとかして教えられるくらいなんか頑張ろうと思います。なんかうまくいくかわからないんですけど、なんかフロンティアの先輩見ててなんか思い出したんですよ。ナンバトル 1の時、あの未来さんとか自分すごいダンス苦手って言われてたんですけど、私にめっちゃ教えてくれてたし、多分自分もそんな余裕なかったと思うんですけど教えてくれたりしてたし、なんかレイさんとかもなんかセンターに似合う人間みたいなのを目指してたのかな、なんかそんなような話を聞いたことがあって、で今も圧倒的センターをやられてて、なんかそういうフロンティアの先輩から教わったことを B2 の B チーム、まあ、でも B2 公演も始まるのでね、 B2 公演の方でもあの B チームの方でもちょっと分かりにくくてすいません、2個あるんですけどナンバトルの方でも B2 の方でも自分を変えれたらいいなと思ってます、はい、もう未来さん大感謝です。あの頃はねなんか厳しいなとかもうなんか無理とか思っててなんかめっちゃぶつかったこともあったんですけど、なんか今思ったらめっちゃなんかいい先輩っていうか、なんかめっちゃ感謝すること多くてやっと気づいたんかって感じなんですけどそう、遅くまで練習に付き合ってくれたりしたので、私も8期生とそんな感じに練習できたらいいなって思ってます。まあこんなこと言ってあの自分ってなってたらあれなんで、こうやって皆さんに伝えることでなんか叶うものも叶うと思いますし、言葉にしないと始まらないかなと思うので、はい、あのおもろい話じゃないです全然そう、深刻はちょっと嫌ですまなかちゃんありがとう。なんかね、うん、私は文章でしかうまく伝えられなくて、なんかねあんまり伝えられないんですけど、はい、またブログにもなんかまとめようとは思ってるので、ぜひツイッターとかでも出すので、あのブログのやつを引用して出すので見てくれたら嬉しいです。まあ、あの多分このイベントはファンの方も大変になってくると思うし、私もあのメンタル大丈夫かなってすごい心配してるんですけど、まあ、でも今回は私たちが先輩なのでもう私たちにかかってると思ってるのでね、
もう任せてくださいって言えるくらい、なんか何バトル終わった時に圧倒的センターだったり、こう引っ張れる能力が身についてたらいいなって思うし、もうでもあのフロンティアの時に最下位は味わったので大丈夫です絶対負けません。ふかちゃんありがとう。マジでなんか今思うとフロンティアの思い出ってめっちゃ大事やったなって思うから、大事にしていい、あのいい意味での思い出になりました。はい、いやありがとうございます皆さん、いつも助けられてばっかりで、なんか恩返しがまだできてないなって思うんですけど、うん、なんか恩返しできるようにねしないとなって思ってます今年は過去薄ってなんやねん元気もらわんかったんかい。そうメラメラ燃えてます。明日のイルミアイドル公演もラストなので、あのなんて言うんだろう、一番輝けるように、もちろん美咲の生誕祭なので美咲が主役なんですけど、主役に負けないくらい元気にパフォーマンスして、あの今後の成長を楽しみにしてもらえるようなパフォーマンスをできるようにね、最後のカタルシスの2回転になると思います寂しいな、あれも本当に死ぬほど練習したからもっと語りたいんですけど、あの日の思い出をなんですけど、またその話は今度したいと思います。もういっぱい楽しみな、楽しみって言いたいこといっぱいあるんですけど、はい出れないっていうのは決まってない、決まってます決まってます。アンコールガール出たいな。でも千秋楽も見守ってるので同期のことを、出れなくてもあのね明日いっぱい思い出作るので大丈夫ですお苦手やって、なんではい、皆さんの応援があるおかげで頑張れます。じゃあ明日こそ失敗できないですよ、カタルシスとかエンドロールとか、本当に何しっかり撮るか迷ってる、お撮ってください、お話ししたい、なんかいろんな方とお話ししたい、いっぱい話したいです。なんかファンの方のこといっぱい知りたいんですけど、なんかね私のことしかやっぱ豆では伝えられないので、もっと来てくれたら嬉しいなと思ってます。もうでも去年はいっぱい失敗して挫折してきたので、今年は前を向いていきたいなって思います。3回転実は私3回転できるんですよね、多分なんか2回転やりすぎて3回転できるようになっちゃったみたいなノリです。めっちゃすごいって言われたけど、めっちゃ下手くそなんですけど、あのちょっとねピカルンが仲良くしたいですって言ってくれて嬉しかったんですよ15歳のピカルンです、山本ひかるちゃん、ピカルンかわいい。もうなんかさ、私すごい愛想がいい子っていうんですか、なんかニコニコしてる子がすごい好きで、そうなんか後輩にそんなこと言われるなんて思ってなかったんで、まだあのリサちゃん違う違うなちょっと待ってリサちゃん同じチームか、そうやな、
まだ喋ってない子もいっぱいいるので、はい、あの私に話しかけるときはニコニコしてくれたら嬉しいなと思います。そう、ちっちゃい子多いんで、よしよししながら育てていこうと思います。そう、ピカルンにね、抽選の時似てたって言われた。え、愛想すごって思ってました。本当ですか、嬉しい。そう、なんか私結構ね、何でも顔に出やすいタイプなんですけど、ん、お豆の返信の読み方教えて。え、どういうことですかね。返信そのまま読むんですよ。え、どういうことですか。え、言葉が読めないってことですかね。どういうことですか。もう絶対そういう意味じゃないよね。リュウジ、マヒロ、ありがとう。リカちゃん、ありがとう。そう、え、ちょ待って、めっちゃ時間経ってない、ちょ待って、言ってよってやばい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 、めっちゃ時間経ってる、なんかあれと思って今ちょっとするって言ったよなと思ったけど、なんかめっちゃ話しすぎた。え、待って、ごめんなさい、もう始まってたのに、ごめんなさい、みんな教えてくれないからよ。もう、じゃあ続きはまた後日話すので、明日もショールームやるか、明日すると思うので、時間なかったら明後日になっちゃうかもしれないんですけど、またショールームするので、ちょっと真面目な話、真面目なショールームになってしまってごめんなさい、あのマジでおもんないショールームになってしまって、え、嬉しい。明日は私にとってあの始まりだったウェルビーアイドル公演が終わる日になってしまうので、頑張ります。悲しいな、こういうの話しながらめっちゃ泣きそうになってた。はい、でも本当に選抜にもなりたいですし、 CM にも出たいし、いろんな恩返しができるように頑張ります。今年は絶対負けたくないので、皆さん全部私のところに来てください。ん？全部私のところに来てください。ちょっと日本語が分かんないんですけど。はい、明日みんなあの優しい目で見てくださいね。もう終わってほしくないから時間教えなかったって、みんなそんなこと言わないでください。ちょっとじゃあランキング見ます。13位、リュウジ、ありがとう、ありがとう。12位、モモカン、ありがとう。これカンなんだけど、わかる。11位、マヒルン、ありがとう、マヒルン、ありがとう。10位、カフェオレ、ありがとう。今ね、水しかないんだけどいいかな。おすすめの水です、ありがとう。9位、ルカちゃん、ありがとう。わ、マリンさん出てきた、かわいい。ありがとう。8位、松岡俊也さん、ありがとう、ありがとう。7位、アゴちゃん、今年も体持ち出し、ありがとう、嬉しい、ありがとう。来年も再来年もあのこの言葉が変わらないようにあのね、1位でいます。ありがとう。6位、ジュンジュン、おもやなのか好きだって。私もめでめっちゃ重くなっちゃって、もうなんか書いてるうちに、あ、これ大丈夫かなって思いながら、はい、いたんですけど、よかった。嫌いにならないでください。5位、角吉、ありがとう。4位、まなかちゃん、ありがとう。にゅうみゅう、にゅうみゅう、ありがとう。3位、けんけん、応援してるって、ありがとう。伝わってます、応援は。
ありがとう。2位、お山さん、明日よろしくよろしくお願いします。センター見たいって、あの今年今年っていうのか B2 とかのところでチャンスいっぱい掴んでいくので見ててください。1位、ジンくん、しっかり目に焼き付けるねってお願いします。私もやってるうちに、あの私は目に焼き付けれないんですけど、あの目に焼き付けますので意味わかんないこと言ってますけど、はい、あくりさんがね用意してくれた衣装が最後になっちゃうのでちょっと寂しいんですけど、笑顔で終わりたいなと思います。今来たんだけど、うわー寂しい、もう終わっちゃうんや、ごめんなさい、ちょっとなんかめっちゃ長くなっちゃって、もう本当にごめんなさい、え20分ぐらいオーバーしてる、ごめんなさい。はい、ありがとうございました。今日の配信はちょっと真面目な配信になっちゃったんですけど、自分自身頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。イートミー、イートミー私来たことないかも、来たいなありがとうございました。バイバーイ。次はコメント読んでほしいな、ちほちゃんありがとう読むね、バイバーイ、ありがとう。